こんにちは、こんじきたまさぶろうです。今日はマリオカートやっていきたいと思います。で、マリオカートね、アップデが来たんだって、めちゃくちゃ久しぶりにね。で、ネット見たんですけど、ゲームを快適に、プレイしていただけるようにアップデートしましたみたいな、そんな感じの文言でした。まあ、具体的なね、何が変わったかわかんないんだけど、快適にプレイできるようになったということなんで、もともと快適だったけどね、別にね。マリオカート久しぶりにやっていきたいと思います。とりあえず1位取れるまでやっていきたいね。で、僕はね、ゴールドマリオで年内、待ってね、赤コーラが来そうで怖くて、なんて言うか忘れちゃった。マリオカートで、ゴールドマリオで年内にね、レート1万を、目指しておりますので、よろしくお願いします。これ、赤コーラ怖いから、もうぶっ壊しとくわ。赤コーラでね、どうせ抜いても叩かれそうだったんで、丸ごと赤コーラと人間丸ごとね、もろともやっちゃうと先に。さあ、オッケー、キノコか、防御アイテム、わー取られちゃった。これ怖いね、後ろからやられちゃいそうだけど、1位が、まあそんなに離れてないね。これダブルアイテム取りに行こうか。ダブルアイテム、端っこのダブルアイテムを上手に取り込んで、あ、敵ぞ来てる。これはしかももう勝ったんじゃないか、これ。赤コーラもダブルで、防御耐性バッチリで、で、これもすぐ投げて、アイテム交換ね。アイテム交換させてもらって、トゲゾ来るかな。まあ一旦前にステイさせとく。別にそれで全然いいけどね。全然それでいいですよね。トゲゾもう一回ぐらい来ると思うんだよな、多分この感じだと。トゲゾもう一回ぐらい来ると思うから、そこにステイさせとこっか。さあ順位が入れ替わってしまった。ただ赤コーラダブルあるけど、トゲゾさえ来なけりゃ逆に、いや、うまいわ、それは。でももうそれすぐ、そうだよね。やばいやばいやばい、なんか暴れてる暴れてる、いろんな人が暴れてる。ガチやばい。一緒に落ちちゃった。一緒に落ちてしまいました。いやー、これはあれだね、あそこ落ちてなかったら全然ワンチャンあったけど、いや、しかもここでよりによってか、よりによってのパックンか。このまま6位かな。オーケーオーケーベリーオーケー。はい、2戦目アイスビルディングやっていきたいと思います。で、僕今レートがね、8100ぐらいかな。8100ぐらい。今まあ9000を目指しているっていう感じですね。でもなかなかもうみんなね、強くなって、なかなかね、ガチで勝てなくなってる。先コイン使っちゃおうか。前の人バナナだね。バナナだから別に追い抜かしちゃっても大丈夫だね。追い抜かしちゃっても大丈夫。ちょっと擦られそうだけど、オッケーオッケーオッケー。これでダブルアイテムを取って、なんか出て。どう？危ないよ、これ。おー、ベリーオッケー。ベリーベリーオッケー。これ、ダブルアイテムと交換し、あ、交換できなかった。やっべー。やっべー、防御アイテム持ってたのにね。これ、ちょっともったいないことしてしまったけど、でも、後ろ攻撃してこなさそうだね。早いとこコインをシャクッと集めちゃいたいけどね。よいしょー。さあ、アイテムをガン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 やって、できればあれが欲しい、衝撃波みたいなやつ、赤いやつね、スピーカーかな、あれが欲しいですね。まあ、とりあえずアイテム交換していこうか。アイテムを交換していって、で、これグーンといって、アイテム交換して、どん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 交換し、いやー、まあでもよかった、ダブルアイテム前だから、よかったです。コイン集めようか。ここでコイン集められるから、オッケー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 。防御するか。防御して、ここでコイン10枚になってる。バナナがすごい綺麗に3つ並んでるね。かわいい。非常にかわいいです。で、ダブルアイテムで取って、これで。来い！いやー、来ないかー！まあ、しょうがない。じゃあ、コイン取って復帰しよう。しっかり。ね、しっかりと復帰。オッケーオッケー、ベルオッケー。で、コインももう10枚あるから、でもトゲゾは来ないでしょ。うわ、最悪。いや、神だ。まあまあまあ、ギリギリのタイミングであるか。そこのキノコ取って、オッケー、スピードをガッツシガッツシで上げていって、で、コイン取っちゃっても来い。いやー、防御できないか。クソ、やばいね。これもう後ろ多分来てると思う。後ろ来てると思う。ファイヤー来たね、今ね。インコースでガッツリ攻めていって、さあ、いけ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 。どうだ。まあまあ来てるか。大丈夫でしょう。ベアリーナイス。ベアリーナイス。
はい、3戦目、厚森のとこやっていきたいと思います。冬バージョンだね、冬バージョン。いて、ぶつかっちゃった、ごめんね。冬バージョンのところでやっていきたいと思います。さあ、風をもらっていいよ、風をガッツシガッツシで。これ、このまま置いとこっか、キノコ。まあ、トゲゾウ一応避けられるっちゃ避けられるもんね。避けられたこと1回しかないけどね。で、とりあえずアイテム取って、あー、アイテムが取れない。アイテム取れない。これ、どこがあれなんだろう。あ、でも1位になったよ、1位になった。1位になっている。コイン欲しいね。コインを集めて、しっかり外側で。コインが全然取れてないけど、これでアイテム取って、もうだ、そんなインの入り方ある。ダイナミックに。絶対右側のやつの方が近かった。邪魔したんだ、だからわざと。そういうテクニックだよ、多分ね。うわー、うまいわ。ちゃんと後ろ見てるタイプの人だね、あの人ね。いや、でも、ちょっと気づいてね、危ないって思ったんだけど、ラインから外れるのがちょっと遅かったね。とりあえずこれキノコだよね。そう、リンゴがキノコなんですよ。リンゴがキノコ。あーか、僕の赤コーラが僕らいやさんで嫌なとこにあるな。嫌なとこにあったな今。やばいね、結構やばい。ちょっとボロボロになっちゃったな。ちゃんとコイン集めて、前に帰れるようにしたいですね。コインを集めないとこれ勝てないんで、絶対コイン集めたいんだけど全然当たらない。全然当たらない。空振りばっかり、空振りばっかりです。ここショートカット、絶対なんか来るから、ショートカット。オッケー。もうこれ使っちゃおうか。でテレサで隠れて、テレサで隠れ隠れして。バナナか。まあ、ここ1個置いて、よいしょ。ああ、間に合ったね、間に合ったね。オッケー、間に合っている。間に合ってるなら OK で。いや、もう衝撃波いらないよな。まあ、あのタイミングで壊すか。これ、交換できなかったか。まあ、いまいまいまい。いけー !3 位かな?あー、ベリー OK じゃない ?3 位じゃない？あれ、順位が確定してない。どうした？難しいか？どうだ？楽しんでるね。これ僕今コントローラー操作してないよ。もう楽しんでる。あ、ピーチが多分回線落ちちゃったんじゃないかな。その影響で繰り上がらないか。そんなんはないか。繰り上がりとかはしなかったね。でも3位だ。ベリーオッケー。はい、4戦目チーズ砂漠やっていきたいと思います。結構今日調子いいかも。調子いいかも。あ、ちなみに1位になってからね、部屋変えましたね。部屋変えました。で結構調子いいかも普通に。いやー、しっかりコイン集めよっか。しっかりコイン集めて。やばいやばい、ちょっとコインを集めることに集中しすぎて乗り上げちゃったね。いや、バイク乗りたいな。バイク、僕ね、普通に車の免許は持ってるんだけど、バイクの免許は持ってなくて。あ、原付はだから乗れるんだよね。原付は乗れるんだけど、講習受けたから。いやー、ただあれは乗れないんですよ。これ、ここ行きたいな。いやー、あれは乗れないんですよ。あれあれ、中型以降は乗れないんですよね、バイクね。バイク乗りたいな。でも夏とかだと暑いし、冬は寒いのかな。クーラーとかつかないもんね。なんかね、最近ね、ネットで見たんだけどね、なんかめっちゃ細い電気自動車みたいなあって。細い電気自動車、これ早めに捨てた方がいいな。いらないから、これ。細い電気自動車みたいなのがあって、それめっちゃ欲しい。それめちゃくちゃ欲しいです。細い電気自動車。なんか一人乗り用電気自動車みたいな。あったんですよ。それね、めっちゃ、いやー、もう本当に見えなくて落ちちゃった。これいらないから捨てて。ダブルアイテム欲しいね。ダブルアイテム取って、OKOKOK。ダブルアイテムしっかり取って、お城にちゃんとつけて、ここのコイン取って、コインしっかり集めてこう。まあまあ5位だから全然いいでしょう。全然いいでしょう。全然大丈夫だから、落ち着いてね。で、これ捨て、いやー、なんか引かれちゃった。ここのショートカットを使いたくて、オッケーオッケー、全部使っちゃった。もったいないね、これは。これはさすがにもったいないんじゃない、ちょっと。もったいないことをしてしまった。この人のキノコ欲しい。オッケー、もらえたんじゃない今。なんか適当に、オッケー、適当ボンバーで。もういい、アイテム取りに行こう、これ。いやー、怖い。あー、くそ、防御できないか。いや、でも投げるよ。じゃあファイヤー投げるよーんだ。いやー、さあ持ってたか。ダメだこれは。
ダメだ、もう全部ダメ、終わった。あれだね、追い上げ勢が、追い上げ勢がいいアイテムいっぱい持ってたんだね。いやービリだ、くっそこれはビリでしたか。はい、ミュートシティやっていきたいと思います。頑張ります。ここ気持ちいいよね、爽快感あって、爽快感あって気持ちいいですよね。とさあ、ビューンと走っていくよ。さあ、現状2位、現状2位ですよ。これはあんま追い上げとかないでしょ。さっきのコースはね、多分ね、追い上げ用コースみたいな感じなんですよ。後ろから一気に行った方がいいよみたいな、ショートカットとかが多いところとかが、いや多いよね、そういうのね。これコイン、ここでゲットできるんですよ、コインをね。コインをゲットできるんで、しっかりコインを取って、で、ここしっかりカーブね。ここしっかりカーブして、OK よ。ベリー OK よ。で、ここで投げる！どう？外れた。見事に外して、あ、これもしょうがないから使うか。あ、あっちに行ったんだ。あっちに行った。僕に当たると思ったけどね。前に行きました。なんか素通りして行った。嫌われてるのかな、赤コーラに。いいことだよね、でも赤コーラに嫌われてるのは。赤コーラには嫌われたいよね、普通に。赤コーラなんか来ていいことないからね。さあ、これでいいよ。2位。2位のままずっとステイしてるから、トゲゾウが来てくれたらもうこれで、もう勝ちみたいなもんだね。ショートカット、あ、ショートカットあるか、ここ。こことかショートカットできるもんね。使えばよかったな、普通に。キノコ。変なとこで使っちゃう。相手の効果は別にしなくてよかったね。この後がいいショートカットだから、これちょっと一旦攻撃しとこうか。赤コーラ2個持っててもしょうがないから、一旦攻撃しといて。OK、トゲゾウ来た。で、すぐにこう、やる。倒す。OK。すぐに倒して1位に躍り出る。これ上手なんじゃない？このプレイ、どうでしょうか？もうトゲゾウ来ないでしょ、さすがに。トゲゾウ来ない。しかももうコインも10枚ある。しかも2位とも距離が離れてるんじゃない？多分。もうちょっと見てられないけど。見てられないけど、多分距離はある程度離れてる。最悪、最悪のタイミングでアイテム奪われてしまう。さあ、ここしっかりブレーキもしつつ、ここでもしっかり加速して、ショートカットしてくる人がどうかって感じだな。まあ、ここは防げる。いや、マジかー、いけくそ、めちゃくちゃ抜かれた、最悪。いやー、くっそー、こう、あい、いや、でもショッカー、どうしようもなかったか、最後は。さあ、レインボーロードやっていきたいと思います。そろそろ1位取りたいね。ちょっとね、1位取ったら終わろうと思ってたんだけど、2回目で1位取っちゃったからさ、まあ次でいいかと思って、次1位取ったらいいかと思ったら、なかなか取れないっすよね、1位ってね。そう簡単にやっぱ1位って取れないからさ、今困ってます、非常にね。これアイテム交換したい。あ、前に投げちゃった。後ろに投げたかったんだけどね。うわ、すごいかっこいい声出すね。ディアーみたいな、今。聞いた？ディアーみたいな声出した。あ、それ落ちちゃうんだ。やっちゃった。真っ黒クロスケ。ここなんかショートカットできるよね。あ、ごめん、届かなかった。もうちょっと速度が出てないとダメなんだ。やばい。やばいやばいやばい。いや、やばいやばいやばい。まあ、いいや。一旦、あれだね。しっかりとコインを集めよう。しっかりとコインを集める。これ大事なんで。しっかりとコイン集めたいと思います。ダブルアイテム欲しいけど、あーダメだ、取れなかった、最悪だ。もういろいろダメだ、いろいろダメ、やばいね。これ多分ビリでしょう、多分ビリだと思う。しっかりコインを集めて、まあキラー使うか。ここで使う、 OK、 ここで使います。いい場所かどうか分かんないけどね。いい場所かどうか分かんないけど、ここで使わせていただきます。さあ、 OK よ。ぐーんといって、まあまあ5位まで上がってるから、とはいえ、とはいえ5位まで上がってるんで、まあまあいいんじゃないでしょうかと。ここ行って、こう行って、で、これはいける、絶対いける。 OKOK、 こうね。うわ、緑コーラの人怖いから、避けて、よいしょ。で、コインももうちょっと集めたいね。3位まで上がってきてるからいいよ、3位まで上がってる。まあ、キノコそんなショートカット使うとこないから、なくてもいいっすね。ただコイン欲しいから、ここで交換しちゃおうか。ここで交換しちゃって、で、前に人がいる。衝撃波持ってるね。ここアイテムを交換した。ここね、ここで使います。で、キノコ防御アイテムなしか。防御アイテムなしはちょっと嫌だな。後ろから来たらもう何もできないから、次で交換したいね、アイテムをね。1個でいいから、ここでいいや。
さあ、OK。で、ここ冷静に行きたいね。ちょっと無茶したくないな。変なショートカットとか使わないようにしよう、もう。ね。変なショートカット。使いまーす！あ、最悪だ。あ、ちょっと待って、キノコ間違えて使っちゃった。やばい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 。もう、せっかく、いい感じだったのに、絶対いらんことしなくてよかった、今。普通に行けや、全然逆転のチャンスだった。もう次からはしません、こんなことは。こんなことは。次からもしません。あっちょっと待って、もうなんかボーっとしてるわ、ボーっとしちゃってる。急げ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 、とりあえずレートが下がらないようにはしたいからレートが下がらないようにはしたいっていう気持ちあるんで、キラー来い。 OK、 キラーありがとうキラーありがとういや OKOK、 7位まで上げた、7位まで上げたけど、でも下がっちゃうよね。そうだよね。いやー、これちょっと失敗だったな。冷静に行くべきだったな。はい、ということで、ここちょっとどこか忘れちゃった。ただ人がね、めちゃくちゃ、なんか減っちゃったね。人がめちゃくちゃ減ってしまいました。風欲しいけどもらえないから。あ、もらえた？あ、ちょっともらえた。あー、でもアイテム取られたね。さあ、ここも冷静にコイン集めたいね。コイン集めて、しっかりコイン集めて。さあ、いいっすよ。コイン集めて。まあ、ダブルアイテム諦めよう、これ。絶対取り合いになるから。オッケーオッケー。全然いい、全然いい。いい位置にはつけてるんじゃない？いい位置にはつけてるでしょう、おそらくね。さあ、オッケーよ、オッケーよ。オッケー、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 いい。コイン1枚欲しい、オッケー。さあ、まだ全然大丈夫。これそっか。道がいて、道が覚えられないね、これね。あー、これダブルアイテム欲しい、オッケー。道が覚えられませんね、さすがに。キノコ、どっかショートカットできるだろうな。うわ、すごいすごい、勢いがすごいね。どんどんぶつかって。こことかショートカットどうですか、おしゃれ。そんなに影響なさそうだね。いいショートカットではなさそう。これちょっと外側いっちゃったけど、いやー、そうですか。すぐ復帰して、まあまだ5位だから全然前が詰まってくれれば逆転のチャンスあるよ。ここでコイン一気に2枚、うわー、取れたか。今ギリギリのところか、ギリギリのラインで、あー、詰まってるんじゃない、前結構ね、前結構詰まってる気がする。あー、コイン取れないか。いやー、これあれだな、後ろぴったり張り付きすぎたね。赤コーラ見えてたのに。これダブルアイテム取って、いや、でももうパンパンだから、トゲゾウとか来ないかな。トゲゾウ来てくれたらめちゃくちゃ嬉しい、位置なんだけどな。みんなアイテムもそんな強いの持って、あ、もうここゴールなんだ。クレッソゴールだったのか。いやー、まあまあ4位まで上がったけどね。でも人が少ない。あ、そうだ、6人しかいないから全然ダメじゃん。どうりでなんか何もないなと思ったんだよ。はい、マリオカートスタジアムやっていきたいと思います。いや、そろそろです。そろ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 欲しいところです。1コインもらいます。コインもらっても全然、そ、あ、外側かぶっちゃうか。じゃあ内側から行こう。内側から行かしてもらって、このコインじゃあもらうね。その代わりで僕これもらいます。これもらって一気に1位に躍り出て、防御アイテムは出ない。もうこれコイン取った方がいいわ。コイン取ってスピード上げて、でここにダブルアイテムあるからね、このダブルアイテムをいただく。で早めに出す、アイテムを出して OK で、こう、この防御体勢ね、この防御めっちゃ簡単、防御体勢でいきます。でここのコインを取って OK、でこれ確かショートカットできるんだよね。いや、ちょっと遅いと思うけど全然早くなかったね。ちょっと下手だった。あ、これ危ないですね、忘れてた。でこれもアイテム交換、あー、コイン持ってたから別にダブルアイテム交換じゃなくてもよかったけど、まあまあいいでしょう。このまま、トゲゾウ対策でね、トゲゾウは1問目のアイテム取るんで、このまま行きたいと思いますと思ったけど、ここで交換します。ここで交換してトゲゾウ回避に、あー、あれが欲しいね、あのクラクション。あ、でさっき言ったかな、テレサね、テレサ対策で、あれが欲しいと。あー、ほら、やっぱ来るでしょ、やっぱ。いや、なんかもう踏んだり蹴ったりだなアイテムも奪われてむちゃくちゃしてくるね。いてー、最悪、やっちゃったわ。多分後ろが詰まってたからね、あの赤コーラに反応できなかった。ダブルアイテムこれ取って、うーん、どうでしょうか、間に合うでしょうか。これ早めに使っちゃいたいな。で来
キノコ来い。ああ使っちゃった、間違えた間違えてキノコ使っちゃった。アルコに当たれ、当たらないか。ベリーオッケー、3位か。はい、今日これ終わりにした、最後にしたいと思います。これラストにしたいと思います。やっぱ実況者は最後ね強くてなんぼなんで、最後っていうこの制約をつけて、1位をね取って終わりたいと思います。やっぱ1位で終わりたいもんね。1位で終わりたいけど、やっぱ誰々やっててもねあれなんで、ここでもう終わっちゃうよということです。これダブルアイテム欲しいけど、ダブルアイテム取れない。うん、よーし、オッケー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 、オッケーオッケー、なんとか避けて、オッケー、1位じゃない ?1 位だよ、1位、これ取って、よーいしょー。いや、いいんじゃない、結構いいんじゃ、あ、乗り上げちゃったか、ちょっと。いや、でも、めっちゃ簡単、あぶ、うまいね、その爆弾。ちょっと上手な人が後ろにいて怖いけど、多分ピーチの人だろうね。あ、ヨッシーか。ピーチの人すげえ上手なイメージあるな。これはここでアイテム交換して、これこっちでいいね、こっちでよくて、ガッツシガッツシで、ガッツシガッツシでいって、やぶな、今ギリギリ耐えたね、ギリギリ耐え込んで、これバナナで防いで、いやーそうですか、アイテム欲しいね。でもここでアイテムもらえないか、だから、いやー、 あでもめっちゃ1位じゃない。あ、でもトゲゾウ来るよ、絶対トゲゾウ来る、きっとトゲゾウ来たいや、そりゃトゲゾウ来るよな、そりゃトゲゾウ来るわ。あー苦しいねもう来るんじゃない、もう多分来ると思う。あ、でもなんとか逃げ切りたい。いや、でも結構1位だよ、結構1位、むちゃくちゃ頑張ってる。多分後ろがねやり合ってんだよ多分。で、ここダブルアイテムと、うまい、これが実況者パワーですよ。トゲゾウも来んなよ、絶対来んな、トゲゾウ、あー急げ、大丈夫か、よっしゃ、いける、取られた。いや、もうキノコに使ってちょっとでも、いやザ・ベリーナイス、トゲゾウ来てたね、トゲゾウ来てたけど間に合いました。ということで今日はこれで終わりたいと思います。気持ちよく終わったわ。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。